はい、今回はですね CX8 の方を見積もっていきます。実写の動画が訳あって数百本撮ってた動画が8割消えてしまったんで、この手の動画が増えてくるかもしれないですね。で、今回はまあディーゼルとでマイナーチェンジしてガソリン車の方が登場して、でガソリン車で一番安いのが2894これですね。 25S の肉を見積もっていきます。で今回はなるべく安く見積もっていきたいんで、料金がかからないカラーを選択します。で内装に関しては両方とも料金かからないんですね。6人乗りも7人乗りも同じみたいですね。まあそれにしても嫌なことって続きますね。で一番上のメーカーオプションを選択して、でディーラーオプションなんですけど、タッチしても、でエクステリア、ガーニッシュ系はもうスルーでいいですね。もう全部ここら辺ほとんどガーニッシュ系なんで、まあバルブとかも36,920円のバイザーをつけて、で次はインテリアで、アルミペダルセット、スカフプレート、まあ、CX8 買う人はまあベーシックグレード選択する人少ないと思うんですけどね、やっぱり中級グレード以上選んでオプションもそこそこつけると思うんですけど、でマットが高い方が54,000円で安い方が37,000円、まあウェザーマットもありますけどこれをつけときます。安い方でも消臭機能がついてていいですね。ステアリングシフトスイッチ、ああこういったのがあるんですね。まあ、キーケースも一応一つだけつけておいて、まあ、ナビ ETC ディアシートモニター、これ何インチ、あ 10.1、まあ、トヨタに比べたら安いですね。まあドライブレコーダーも本当につけといた方がいいんで、マツダの方の安い方をつけときます。まあ、車載機はまあ今回はまあいやないですね。で安全快適、パーキングセンサーとかバックラーアラーム、エンジンスターターとかですね、ベッドクッション、車中泊できるでしょうね CX8 ほどのサイズがあれば。まあ傷防止もフロントの方だけつけといて、まあ今回はコーティングなしで見積もり結果の方を見ていきます。まあガソリン車の 25S のベーシックグレードの肉の6速 AT で、車両本体が2894,400円で、メーカーオプションが32,400円で、ディーラーオプションが105,086円入れて328,836円ですね。で税金関係が
こんな感じです。256,950円が諸経費ですね。でボディカラースタニウムフラッシュマイカーで、シートカラーはまあブラックの7人乗車バージョンですね。まあ7人乗車か6人乗車か迷いますけど、まあシートが多いに越したことはないと思うんで、まあ6人の方ゆとりはできますけどね。税金関係はこんな感じとなっています。まあベーシックでディーラーオプションも控えめで、メーカーオプションも一番安いオプションなんで、まあそれでもできれば 88,000 の端数は切ってほしいと思います。はい、ということで今回は新型 CX8 25S の肉の6速 AT の方を3つ持ってみたでした。